疑問、中村俊輔さんの全盛期、今の日本代表でも通用するのか？正直、中村俊輔も今のレベルだとちょっと怪しいよな。スコットランドリーグ自体が大したレベルじゃないのがバレてしまったし、よかったのゴール前のフリーキックだけやったやん。当時のセリエ A でもそれなりにやれてたじゃん。ドリブルも通用してた。全盛期の中村はすごかったよ。スコットランド行った時はすでに衰え始めていた。あの時のセルティックはチャンピオンズリーグでマンチェスターユナイテッド破って決勝トーナメントで優勝した AC ミランと延長で負けたレベル。今で言うとレアル、シティと対等に戦うようなことやらかしてるからな。スコットランドがトップクラスでないことは昔からみんな知ってたが J よりは上だよ。 J で出場機会失った選手が活躍したらあっち逃したと言えるんだが、中村俊輔も古橋も J の平均をはるかに上回るプレーをしてた。俊輔は J に戻ってきてから年間最優秀取ってるし衰えてたってのは嘘だぞ。俊さんはなんでラリーガに苦戦したん？トップした必要ないチームに行ったから。セルティックでも扱いに困って右サイドに置いていたんですが。正直ないかな。セットプレーに関しては欲しいけど、全体見るといらん。レッジーナでの全盛期でさえイタリア代表にも入らん。イタリア人にスタメン奪われた経緯あるし。サイドは厳しいけどトップ下なら通用すると思うけどな。少なからず使いようは十分あると思う。